クローフォード軍はアメリカ合衆国ウィスコンシン州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16,644人であり、2000年の17,243人から3.5%減少した。軍庁所在地はプレリードシームであり、同軍で人口最大の都市でもある。クローフォード軍はブラウン軍ともに1818 18年に ミシガン準州議会によって設立されたウィスコンシンの領域では最初の軍である。軍名は当時のジェームズ・モンドー政権でアメリカ合衆国財務長官を務めていたウィリアム・ウェイチ・クローフォードにちなんで名付けられた。当初の領域は現在のウィスコンシン州西半分だった。1836年にミシガンが州に昇格するときに新設されたウィスコンシン準州に移管され、 その後新しい軍の創設のために分割されて、現在の領域になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は599平方マイルであり、このうち陸地573平方マイル、水域は27平方マイルで、水域率は4.43%である。軍内には77の湖と下記3つの川がある。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。